いろいろと自民党も動いてますが、余裕なんでしょうね。いや、もう結局は立憲民主党と日本維新の会がひっつかないんで、選挙協力をしないんで、しかも立憲民主党は政権取りたくないんですよね、やっぱり。維新の会は分かりませんけど、立憲民主党はもう二度と政権には入りたくないっていうのがあると思いますね。どうしてですか？彼らサラリーマンの集まりだから、国会議員はしたいけど、政権取って大臣の仕事とかを本気でやりたいと思ってないと思います。そんなことあります？一回政権取って大変な思いしたから、国会議員ってめちゃくちゃ暇なんですよ。でも、政務三役とか入ったら毎日仕事しなきゃいけないから、立憲民主党の人たちって基本そこにあると思いますよ。普通に考えれば、頭下げて維新の会と組むなりすればいいわけでしょ。必死になって維新の会と選挙協力、もちろん玉木さんとことかね、そういう動きって全然ないですもん。要はそのただただ国会議員に座りたいだけってことですか？総理以外に考えられないですよ。だって本当に政権取ろうと思ってるのは小沢一郎さん。彼は共産党とでも組めみたいな感じなんで、なりふり構わないんです。僕はちょっと自民党の今回の処分を見てても、なんか、落下傘を立てるのかとか、そんな質問を国会でやってるんですよ。どういうことですか？まあ、世耕さんとか実質除名じゃないですか、離党したじゃないですか。今回の自民党裏金問題で39人処分して、でも、結局、和歌山の参議院選挙区に世耕さんが出ます、無所属です。定数1の対抗馬出しません。立憲民主党と維新の会がそれぞれ1人ずつ出ます。世耕さん当選、自民党副党。っていうことなんで、世耕さん一人取ってもそんな感じです。でも世耕さんあれでしょ、最終的にそれ二階さんが衆議院にくら替えさせないっていう。和歌山に関しては二階さんは次男と三男と両方三都衆に出したいっていう噂もありますよね。でも二階さんの息子ってあんまり聞かないですよね。人気ないみたいですけど、でも一応自分の後釜に三男で参議院の方に次男みたいな報道はされてますけどね。ほら、鳩山さんのところも太郎さんが微妙で、二郎さんが出たじゃないですか、後継者は。そこはさすがに衆議院にくら替えをさせないで、息子さんは和歌山2区で衆議院、世耕さんは参議院みたいな形で最後、収まるような気はするんですけど。でも世耕さんもやることないでしょ。そこまで世耕さん追ってないかわからないんですけど。で、いや、なんかそういう話だったみたいですよ。で、参議院のね、幹事長までやっちゃって。別にやることないよね。世耕さんが出ないっていう可能性はゼロじゃないでしょうけど、この状態で本人が下がるっていうのはちょっとないと思いますけどね。どうせ近畿大学に戻れる場所はあるわけだから。裏金問題という意味で言えば、多分除名された人もほぼ痛くも痒くもないと思いますよ。あくまでも登院停止がほとんどなんで、39人のうち。半年とかそんなんなので、比例復活ができない人がちょっと困るぐらいですけど、実質上は世の中の人は処分したってなれば、処分されたぐらいの感じに思うんじゃないんですか？まあよく分かってないでしょうからね。よく分かってないと思いますよ。一番最近で言えば、銀座3兄弟ってコロナの時に銀座で飲んでた3人なんかと同じですよね。あの3人と世耕さんと塩谷さんが同じ処分で、それ以外の人はあれよりも処分が軽いので。党員資格停止はちょっと鬱陶しいでしょうけど、党の役職停止なんて別に自民党の中の役職につけないだけなんで、選挙にはほぼ痛くも痒くもないですよ。これで落ち着く感じですかね。誰がやったのか原因を追及しろって警察でもないわけですから。結局何だったんですか、この裏金問題っていうのは。もうシンプルに言うと、政治資金パーティーっていうのを、もらいましたと。それをたくさん売ってきた人に、派閥から各議員に配りました。その時に収支報告書というのに書いてなかったので、裏金になっちゃいましたと。それが収支資金規正法っていう法律に触れてますよね。東京地検が派閥の事務所や各議員のところに、捜査に入ったと。4000万かなんか超えてた谷川さんっていう長崎の人は辞めて、略式起訴ですよね。略式起訴されたら辞めるしかないので、あと一人は戦ってるのかな。公判請求すれば、ああ、そうかそうか、そういうことか。はい。有罪確定するまでやめなきゃいいので、解散まではやめなくていいっていうメリットはあります。実際他の人もやってるから、なぜ金額が高い俺だけっていうことにはなるでしょうからね。僕も名前知らないぐらいの人なんで、いわゆるトカゲの尻尾切りみたいになってるわけですよね。東京地検としたらそんな大した金額じゃないものを犯罪者にすることは、裁判してもある意味無罪とか出されたらたまったもんじゃないので、それで起訴できなかったと。脱税じゃないかみたいな、それは雑所得にしろみたいな。橋本徹さんとかも言ってんのかな。でもそもそもパーティーでもらったお金っていうのが明確に分かってるわけなんで、そのお金をその収支報告書に書いてないだけなんで、それで税金なんか取ったら、それこそ税務署はお金の移動が非課税って分かってるのに、それを課税することはやっぱりできないんで。どういうお金の移動になるんでしたっけ？あくまでも非課税のものを買ってるわけですよね、パーティー券を。税金を納める必要性がないお金として自民党が受け取って、自民党の議員に税金を納める必要性のないお金として配ってるので、その配った時の記載を失念していた、忘れてたか、わざと書かなかったかなんで、税金は絶対かけれないわけですよ。ただし、記載をしなさいという義務違反なので、金額が高い人は起訴。そういう形になっているので、税務署や検察は法律上でしか動けないので、それを雑所得なんていうのは、各国民感情は分かるんですが、パーティーの収入となってる以上は無理ですよ。いい裏金、悪い裏金みたいな話、前してたじゃないですか。でもなんか、そんな感じの話でもなかったなっていうか。500万ぐらい、5年で500万ですよ。そうなんですよ。だから、1年間100万円とかそういう話でしょう。そうなんですよね。なんでそんなことしてたのってなると、領収書もらうのがめんどくさいとか、悪しき習慣が残ってたとしかちょっと思えないんですけどね。だって、その裏金使って、その選挙の買収なんかしてたら、もうすぐ捕まりますからね、昼飯をおごるだけでも捕まるんで、昼ご飯を有権者におごっただけでも捕まる時代なんで、なんていうのかな、やっぱりちょっと表に出したくないキャバクラの飲み代とか、そんなんに使ってるんだと思うんですけどね。でも結局、何に使ってるかって出てこないじゃないですか。出す必要性がないから、みんな出さないんですよね。そういうことなんだ。まあもちろん、出した人いっぱいいると思います。修正申告してるんで、これだけの収入があったので、500万円入れ忘れてたんで、パーティーのお金としてもらいました。だから、今の政治団体の残高は100万円じゃなくて600万ですってやればいいだけのことなんで。修正可能なんですよ。政治資金報告書って。そこはある意味税金と一緒で、税金も修正したら、修正した分で計算し直してくださいっていうパターンと、重加算税取りますよってパターンと、逮捕しますよとか、刑事罰のパターンあるじゃないですか。ある意味そこまで悪質じゃないから、起訴できなかったと思うんですけどね。それは僕もそうなんですけど、補欠選挙が楽しみですわ。中国どうなるんですか？戸竹さん、ぶっちぎりでしょうね。維新の会の女の子が一番最有力だったんですが、ね、そこに都民ファーストが乗ったら強かったんでしょうけど、菅に乙武さんが出てきたら、小池さんの実際、私、こういう人を出せるわよって感じですもんね。あ、そういうことか。自民党はもう黙ってたらいいわけですから、小池百合子さんが蓮舫さんに後継がれるのが嫌だ説っていうのはあるんですけど、それもあるでしょうね。後任が見つかってないっていうのは、結構大きな問題みたいですよ。小池さんやっぱり出たかったのはあったと思いますよ、15区。あ、そうなんだ、やっぱり。うん、15区に出て、で、次の9月の総裁選で勝ってっていう、その後、自民党は、小池百合子さんを総裁にして、11月のね、解散総選挙が一番自民党員は救われるんで、そのシナリオを書いたと思いますけど、それを崩すために、岸田さんが二階さんをああいう形で追い込んだ。脂っこいですね。立憲民主党が本気で政権取りに行こうとするんだったら、泉さんとかが、もう大沢一郎さんなんかと一緒に、もう維新の会に頭下げに行ってたりするとね、自民党もこんなことできないんですけど、まずそっちなんですよ。自民党はこうやって内輪のござこざやってても、小池百合子っていう最後のパワーワードってスペシャルなやつをしなくてもね、どうやっても過半数割れないんですよね。まあでしょうね。だから内輪で足の引っ張りやってるって感じですよね。ああ。小池さんも今回は乙武さんに自民党との、接着剤してもらおうかみたいな。自民党が誰も出さない、実質乙武さんを裏で応援している公明党も誰応援するのって言ったら乙武さんしかいないんで、もう知名度抜群ですしね、めちゃくちゃ頑張らなくても余裕で当選すると思いますよ。じゃあ、次の総選挙は、結局、自民党の総裁はどうなるんですか？小池さんが今回の補選に出たら、総裁選に出る。このシナリオが、一番の動きですけど、ほぼなしになりましたね、これを。で、こうなると、じゃあ今度は、この4月5月に解散を打つと、通常国会閉会までに解散を打てなくなれば、もう自動的に9月の自民党総裁選で誰が勝つか、9月の総裁選で新総裁を選んで、11月総選挙っていうのが、一番可能性は高いと見られている。総裁選は岸田さんも出るんですかね。今回はまさに39人の処分で投票できなくなってる人もいるんで、9月にその総裁選になったら、岸田さんで選挙を戦おうとは自民党の国会議員思わないので、菅さんのようにもう出ることすらできないんじゃないですかね。やりたいんじゃないですか、でもあの人。だからやりたいから、この今月、来月の解散説って、通常国会中に解散する可能性って結構高いんですよね。あの人、誰とも相談しないんで、岸田さんの本音がわからない。自公で過半数取ってるんだから、俺が引き続き総裁をやるっていうのが、岸田さんが残る唯一の方法なので。ということは、早期解散があると岸田さんが頑張ると。早期解散になって自民党が過半数取れるかどうかっていう、もちろん小選挙区ですから、立憲民主党と維新の会が組まないと勝てないんですよ。そうですね。で、まあでも、組んでも勝てない気はしますけどね。自民党は好きだけど、岸田さんが総理大臣するんだったら嫌よっていう人は、維新の候補者に入れるでしょう。立憲は正直、政権を取りたくないから、維新とは組まないと。もうあそこはそういうとこなんですよね。困ると思いますよ、政権取ったら。皆さん、これ知らなさすぎるんですけど、国会議員は暇。だって年のうち半分しか空いてない。土日も休み。夜なんてほとんど仕事ない。いわゆる政権取ると、毎日官僚と話をしてやらなきゃいけないんですよ。仕事時間は簡単に言えば5倍から10倍に増えちゃうんですよ。そんなのを今の立憲民主党の国会議員がやりたいと思ってるなんて到底思えないです。だから、小沢一郎さんみたいに本気で政権取ろうとする人は、立憲民主党の中から嫌われちゃうんですよ。是が非でも政権取ろうみたいな人は、細野豪志さんみたいに自民党に行くんですよ。本気で政治のこと考えてる人は、やっぱり与党じゃないと仕事ができないから。確かに野党は何もしないですもんね。文句言うだけで。蓮舫さん見てたらそうでしょ。辻元清美さんとかも。まあ、めんどくさいんでしょうね。それだけの知識もないし、それだけの知識がある人はやっぱり自民党に入るんですよ、これは。だから自民党はそこはうまいんですよ。こういう時にもう野党骨抜きにしてあるんで、立憲民主党骨抜きにしてあるんで、ある意味自民党の重人たち、おじさんたちはあぐらかいてる。今回のこのような、まあ、ある意味国民に舐めたような処分なんですけどね。大したことじゃないんですけどね。この裏金で誰が損したんだと。ね、国民が誰か損したのかと、ただ書いてなかっただけじゃんって、結局、それぐらいしかネタがなかったってことでしょう。まあでも、これで政権は取りやすくなりましたよ、我々は。自民党の先生、お金ないことが分かったんで、ここに合法的にお金をまきゃいいんでしょう。大金持ちがうちの党にお金貸して、うちの党から自民党の先生のところにお金振り込んであげれば、寄付してあげれば、言うこと聞くじゃないですか。うちの党でもう自民党の先生をもうお金で買い取っていくぐらいの感じですね。買い取っていくって。政治家同士はお金配っても違法にならんわけですよ。自民党の議員があまりにもお金がないことが原因ですから。お金が足りないっていうか、集める能力がないレベルのやつが国会議員をしてるっていうことが分かったんです。自分の事業で金稼いできたらいいわけですよ。自分で金稼げる人が政治家やった方が本当いいんですよ。自分で稼げる人が政治家をすれば、こんなことにはならんのですけど、自分で事業してる人が政治家すると、あまりにもバカらしいってみんなやめていくわけですよ。まあ実際みんなやめてきますよね。お金持ってる人が政治がちゃんとできるような環境づくりを僕はしていきたいと思ってる。確かに、忙しい割になんか文句ばっかり言われてめんどくさいですよね。そうそう。忙しいは女の子遊びもちょっと叩かれるわ。費用対効果めちゃくちゃ悪いじゃないですか。お金稼げる人からすると政治家なんてめちゃくちゃもう損しかないので、その人たちが離れていっちゃってるから、その人たちにやってほしいので、だから立憲民主党や維新の会に対してもあんまり興味がなくて、自民党と組みたいなっていうのは今も変わらないですよ。自民党がでも組むメリットってのは金なわけですね。金と票ですよね。比例代表は NHK 党、小選挙区は自民党みたいな形で、社会党と自民党が組んだとき、社会党の村山さんが総理大臣になったじゃないですか。あんな感じで、国会議員の数は少ないけど、総理はうちから出させてねと。10年後、20年後になるのか分かりませんが。仕込んでいくわけですね。だから僕にとってこの処分された39人ってなんか可愛いなと思って、5年で数百万円の人いっぱいいるんですよ。そんなのでいちいち処分するのみたいな。でもお金ないことは本当に間違いないようです。事務所抱えると、やっぱり秘書とか採用しなきゃいけないから、秘書代と事務所代と、やっぱり郵便物が一番かかりますよね。昔みたいに、だから自民党の派閥からの裏金が出てこないわけですよ、今。田中角栄さんの頃なんて、札束が飛んでたわけですよね。でも今それが厳しくなったから、唯一そのパーティー券だけは領収書欄金みたいな形で配ってたんでしょ、きっと。要は証拠が取れるようになったからこんな捕まるようになったんだと思いますよ。内緒で今なんか簡単に録音取れるじゃないですか。ああ、そういうことか。全員が証拠を持てるから、でかいんですよ。だって警察だって検察だって、現職の政治家を引っ張る以上はね、もし無罪なんかなったらもう自分の出世全部止まるわけだから、今はもう証拠がとにかくがっちりしてるから、金額が少なくともやれるんですよ。僕も言われましたよ。現役の国会議員は強い。今はだって安倍さんに言われました。現役の国会議員に嫌疑をかけたら必ずマスコミが騒ぐじゃないですか。で、それで、無罪なんかになったら、責任問題が半端ないから、だから、慎重になるってことですよね。ただ今はこうやって、記録がバシバシ残るんで。それも大きいわけだね。みんな、とにかくお金のことについては一発でアウトだから、昔で言ったら、ウグイス嬢に3万とか普通に払ってたわけですよね。僕の選挙の時は違法行為したらまずいんで絶対やられるんで、堀江さんは賭け麻雀とか賭けゴルフとか絶対されないじゃないですか。僕も堀江さんもバレる前提だからやってないから。でも他の人たちはバレるバレないで判断する人めっちゃ多いんですよ。だからそういうのが録音とかで残ってしまうから言い逃れできないんですよ。だからスマホの進化って恐ろしいんですよ。この間も僕言ったんですよ。会費を集めて1位になんか賞金を出すみたいな。それは賭けゴルフになるんで、俺本当勘弁してくださいよって。はい、大丈夫だよなんていうふうにみんな言うんだけど、それマジやばいんで、参加できないんでやめてくださいっていう。でもこれ、結構みんなやってますよね。だから賭博にならないと思う人の方が多いんですよ。知らないからみんなやろうとするわけですよ。政治家の中にもそういうコンプラ意識だったからこんなことになってですね。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、もういいですか？ちょっと時間早いですけど。